一発合格。一発やった。よかったっすわ。よかった。SR 一応走りましたんですけど、やっぱブースト聞いてきたらセッティングバラバラになるんで、そうやね、早って思ってもう終わりみたいな感じなんで、セッティング必要なんで、ダイノ Z のパワーコマンダー5ですね、買いました。うん、でちょっと開けてみました。こんだけなんですね。あ、まあ基本セットはこんだけみたいな。このなんかセンサーも、この2ピンがインジェクターか、でこれスローポジやろ、これクランクパルスやろ、でこれイグニッションコイルなんか、うん、っていうかあれないやんセンサー。あ、負圧とかの負圧の圧力センサー見てほしかったけど、ないね。なんかここに05ボルトでなんか入れるみたいに、自分で作って入れるしかないってこと。まあソフト見てみな分からんけど、なんかそういう要素が足せるみたいな。多分それ用にマップ作れるんちゃうか分からんすけどね。まあ、とりあえずこれを配線したらもう動くらしいですよ。でこれ全部カプラー外して、外したやつにこうつけて、元の向こうにこうつけてっていうやつで、全部2つセットになってますわ。途中かます、ここ合うんですよ、かますんやな。コンピューター見たの初めてなんですけど、サブコン見たの。マジで今は恥ずかしながらキャブしかなかったんで、はいはい、であとあれも買ったんですよ、ワイドレンジの O2。 あー、はいはい、O2 ってね、なんか純正のやつは0、1みたいな感じなんですって。その中間がどんぐらい薄いかとか分かれへん特性らしいんですよ、純正の O2 線、で詳しく見たい場合はこういうのにつけなさいと。でそこでこれこうたん、PLX、これが NTK のやつらしいですね。でこれもう一個なんか純正にプラスして O2 の取り出し口いるんで、溶接用もなんかこんなやつ、このキットについてきたんですよ。自分で穴開けて溶接して、でこれとこの O2 を穴開けて溶接して、こいつ繋がなあかんです。純正はこれですよと。社外のやつはあのワイドっていうのがこれですよ。でこれガクンってこう1ボルト来とったら薄いですよ、で0に近づいたら濃いですよ、でここがもう全然分かんないですよと。そうやな、もうほぼほぼ理論空年比の辺でしか分かんないですよ、だからここフラフラしょんねやね、ここ、でチク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 こういう薄いやったんやろね、コンピューターが。でこいつの場合はだいたい社外品っていうのは濃いすぎたら0かな、薄すぎたら、まあ、こうに近づいていくね、に近づくみたいな、どっちになったんですね。でこいつ自身のオプションにもそういうのあったんで、これ買うよりこれのオプション買った方が良かったかもしれない。サブコンとかフルコンとか、さほど詳しい解説ないんですよ。でこれ買う前に、何のセンサーつなぐかも分かんなかったんですよ。これが何本かとか、あんま考えなしにやっとんかな。もうつなぐだけやもんね基本、ダイノジェットはこのサイトからソフトを落として自分でマップ作らんでも社外マフラーつけた手のマップが配布されてるんですよ、ちょっとこれになっとんやんね上が、多分そうやろね。細かいところ触るのめんどくさかったら、とりあえずうちの使ってよっていう。だからまあ普通の人は多分それでいけてまうんやろね、SR のマフラーちょっと抜けやつに変えてっていう場合は、まあパンパン言わないとか、ダウンロードしたやつそのまま掘り込んだら、パンパン言わずになったとか、そんなの、で下級で倍ぐらい吸ってるとかそういうのはあんまりないからね。ないから、これね SR ね2015年以降しかなかったんですよこれの、だからもうしゃあないから2015買うたんやけど、ほら、まあ、恥ずかしながら中古買うたんですけど、だからこれマップがないだけなんか、それともなんかこの辺が根本的に合わへんのか、ということで、つけます。ほんならつけますよ、でシートカットサイドカバー取れって書いてあるんで、これなんかダイノジェットって取り方全部 YouTube で解説してくれたもんな。あ、さっきのそうやったんや。さっき動画あったわ、外人が喋ってくれた。おお、まあ説明書でわかんねえけど、タンクは外さんでいい。いや、タンクも外せみたいなこと書いてあったけど、とりあえず外さんで頑張ってみようかなみたいな。 SR のサイドカバーここに鍵あるんで無理やり取ったらめげりないんで、これでまずは、まあ、ここに固定しなさいと。これあれねんな、アクセスできる USB 繋がなあかんもな、後で。あ、そうやな、なんかラバーブーツがこの辺にあるよって書いてあって、なかなか取りにくいとこにあんな。このラバーブーツをずらして、これやクランクバルス、パンク取らなほんわかんない。最後のあのホース繋ぐむっちゃ嫌や。いやこれでもセッティングってクソほど濃いするだけじゃん、はじめ。いや、そうや上の方を濃くするだけ、下はそのまんまやね。下はそんな分かれへんかったけど、インジェクターやね、こいつをつなげと。インジェクターは真上やね、タンク取らなあかんのこれ。浮かすだけでいけんじゃん、頑張ったら。浮かすだけでいけるかな。おう、つながった、網戸の中落ちよった、ああもうここであかんか。これ一回スロットル取った方がええんちゃうぐらいの場所ですよ。タンクじゃ外すか、ガソリンだいぶ抜かなあかんの出てくんねん、これここまでせなあかんの。そりゃそりゃあかんの。ちょっと頑張ろうよ。今インジェクターとあとスロポジカ、あと2つだけっていうんで、もうやる気でできた。これが難儀やな、タンク外すのが。これでも取れるはずねんけど、なんかもっと寒かったらもうめちゃくちゃ硬いな。めっちゃ硬い。いやいや、なんかもう一個ついてるんだ前か。あ、そうやそうや、こっちやこっちや、買ってそんな硬いのこれ。これでいけるかな。ああ、いい感じ。はい、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 
タンク取ってもそんな変わるの、もしかして。そこを上げて、で、ここ押したら多分分かるやろ。押して、で、うん、はい、グーッと上げてたら、押し代がない。ほら、ここで当たってもね、抜けへんね。あ、マジで？ちょ、回そうか、これ、グッと。インジェクターもどうせ取れないんで。そうやね、回すしかないっすね。インジェクターってどこなの？インジェクターこれ。あ、ほんまや。あ、ほな、このハーネスが邪魔なの、丸まんま。マジで？なんでこの取れんの？インジェクターが抜けてくる。カプラが割ってしまいそうやねんけど。ああ、抜けてくる、抜けるけど、線がおるから。いけないんやな。いや、今もう浮いてきょうから、そのまま両方から持ち上げていけんちゃうか。いくでよな。うん。はい。あ、抜けた。壊す勢いやったな。ここもお父さんが。でもお父さんだからね。こっから、こっからだぞ。あ、そっから行こうか。そっから行こうか。いや、行かれへん、行かれへん。想像以上に大変やね。簡単なもんね。タオルつける方が楽ちゃうんってこと。いやいや、それはないわ。今のところはカプラーオンですね。電池機でカプラーがちゃうとか。あ、ほんまに。よく発生しないですね。別に普通やな。こんなに配線ってきついもんなの。ハーレーでハンドルの中通しとる人みたいな感じの、うん、そりゃファイナルになるわっていうぐらいの取り回し。あ、いい感じ、いい感じ。ぷかぷかしとるね、えらい。あ、入った入った。あ、いったいったいった。完全に、うん、動かんなった。うん、オッケーオッケー。これやねんけど、これな、この下通さんここ通られへんねん。通るとこないやろ。ある。でもまあこいつがここ通ったってことはいけるんじゃん、うん、ああ、なこれで、うん、これをこうしてインジェクターに繋ぐもんは OK なんで、俺はこれをまた繋いだんやな。イグニッションコイル取りましょうか、これ。外そうか。てかこれ別に2015も何も関係ないんやけど。うん、一緒やな。今のとこ大きなトラップはないっすね。ないっすね。物理的にはこれ生産ラインでもちょっと苦情出とるやろな。まあ生産終了はそういうことグリーンつけて、うん、これをつけると、はい、タンクつけたらいいんすね。タンクつけましょう、はい、今からでちょっと地獄やけど、これ前の人のセッティング分かれへんけど、とりあえず車庫まではこれで乗って帰るで、うん、むっちゃ薄しとったんやけど、うん、むっちゃ硬い。ヒートガンで緩めた方がすげえぐらいの、のレベルですけど、ガソリンやからちょっと嫌や。そいつをこんなんか通さなかったんですよ。なんかこれが最悪なんですよ。ああ、それやそれや、それが短すぎる。回せつけんねん。直してほしい。ああ、引っかかって取れ。内視鏡手術みたいな感じだな。うん、SR の人どうなんじゃないみんなこれ。タンクつけんの。なんか奇跡が起こらんと無理だ。あ、いけた。はい、OK。OK。で、あとこっちやね。この辺を持ってもこれ無理やり原理にやったらいいんだはずや。あ、いていていて、ホースが傷つくとかは気にせずに。これタンクはみますわ。え、なんでこれ止まるの。いや、大丈夫、降りていくと。あ、いたいた。はい、こんなんやったっけ。え、ちゃうの。いや、スポって言ってえってなるはずなんだけどな。あの、カプラがセットンかな。これどう。いたいた、オッケーオッケー。はい、これが外れてもと、しかし。いや、もうベルフリーってことだよね。大丈夫、いけだ。うん、あと本物の燃料かもしれない。このゴムか。このままこういう状態で締めてしまうと無理やりブツブツと入る。できましたね、はい。こんな割と無理くりやったらあかんやんじゃないけど。はい。買った。線こんな硬いんこれ。でしょ？なんかこれおかしくない？んで、シートつけたんやな。赤をつけちゃったんや。うん。パワーコマンダーが電気つくかどうかっていうのはまあまあついてない。見てないっすね。見るべきでしたね。で、これほんで、対応してへんかったら、これエンジンかかれへんとかってなるとや。押してからなんか。パルサーの電子機違うて無理とかやったら、これほんまに無理やね。いやでも年式で買えへんやろね。パワーコマンダーつけました。つけましたよ。しろかったな。冬にやる作業じゃないかもしれない。とりあえずかけますよ。薄なってたらもうこれで終わりかもしれない。うん、いやいや、まあ回さんかったです。ああ、かかるかかる。普通。とりあえずもう今日は何もせずに車庫に決まってきますわ。はい。ついにパワーコマンダー起動しました。パソコンをマイクにつなぎましたよ。散々いろいろいじっときながら初めての経験ですよ、これ。なんか立ち上がりましたで、ね、これ5ボルトでこれ給電してくれんねやろか。それはキー4章かな。あかんですよ。説明書読んでないけど。あ、いや、ついとうついとう。パワーついとるわ。まあまあとりあえずこれで一回接続してみましょう。デフォルトのマップがチェンジされてますと。別に問題なしやね。はい、わかんない。なんかあかんって言われた。おぉ。イグニッションもこれできんの？よう考えたらイグニッションもなんか繋いどったな、そういや。点火時期遅らすだけできるってこと？両方できんの？ここスロットル回路でこっちが回転するやんな。うん。で、これが何なん？何の説明も読んでへんから余計わけか。全部ゼロでええんじゃん。エクセルみたいにこうできんの？あ、できんの？これ全部打っていかなあかんの？一個選んではこれ？上のとこクリックしたら実はいけるとかないん？ここ？うん。ほら、いけた。それ全部ゼロとかできんの？ゼロ？うん。いた。さすがよ。シオさんすごいね。これ、もう全部ゼロになりましたね。これがだからあれでしょ。何にもしてない。ノーマルですわ、と。ちゅうか、これ何回転までもあるの？ちゃんと書いてあんねんな。すご。8000なんぼやね、これ。うん。ほら、9000までしかないわ。あれには SR っていう認識があるんか。まあ、これ、とりあえずマイナスがほとんど売ってあるねんね。うん、なんか。もうゼロでいいやね、とりあえずね。もうゼロで、まあ、とりあえずゼロで。なんか、むっちゃなんか、マイナス売ってやんな。
もう別にこれ全くいらんマップやね、うん、もう思いっきり消してしまっても別に何も問題ないやん。その元のマップの解析すら俺らは拒否したキーオンにしたらいいんちゃう。とりあえずスロットル解除ぐらいいけんちゃう。これあれなんかな、エンジンかけたままいけるんかな。ああ来た。なんかあでもここなんかあるね。アクセル開けて、うん、ああいけたいけた。これぐらいってなんぼ今。50ぐらいから足らんなと思ってたんです。だから50ぐらいから打てばいいんか。40、60ってか結構刻み荒いな。いやいやまあそりゃそうやろ。そんなどれの辺からや、うん、2500ぐらいからやな、うん、2500回転ぐらいからクソ増量してみようか。これ何パーセントなんこれ。ちょっと何本まで入るのそれ。プラス 250% とかって書いてあったけど。そんな入んの。入る入る。ていうかそ2とか3とか意味あれ。意味なかったよね。そんなんや分からんけど。スロットル回路 40% 以上で全部一律 30% アップのシミュレーション。ああいいね。めっちゃ荒っぽいことすんだよ、うん、50% アップぐらいじゃないと無理じゃん、うん、とりあえずもうここまでやって変わるか変わらへんか分かるよね。とりあえずこのもう9000とかやったら、うん、これでも絶対足らんで、下級コンマ6以上かかっとったもん。とりあえず、うん、セーブもアップしてみようか。ここにどこかでセントもアップしてみようか、うん、かけてみる。はい行くで。はいはい、はい、これ繋いだままかけれんのかな。かけれるやそら。あ、抜いてもかけれる。あ、まあまあ後でつけたらいいですよ。行くで、うん、かけんで。あー回転取れてますよ。回転取れてます、ね、お前全然回れセッティングがもう全く合ってへんってことか。ほなこれ回転上がる前ゼロでしょ。そやないきなりインジェクター全開はまずいわなそれはあかんわ。やっぱ被らんことがあればな。スロットル戻せないんか、うん、戻ったら被りが取れるんか。まあ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 。ほなこれで走ってみますよ。はい一回ちょっと空で上げてみて。もう一回変わった。あかん、こいすぎる。段階的にバーって増やす感じなのかな、うん、まあ一回とりあえずじゃあさっきと変わるかどうかやってみます。さっきちょっとまでもマシだったよな、うん、おー全然違う。うまいね。ゼロになっただけやけど。まあ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 、ここで走ってくんで。はい。笑顔やないですか。セッティング出たわ。出てないわ早いわ早すぎるわ。だいぶ早かった。めっちゃ早かった。あ、ほんま。ちょっと乗ってもらうわ。で、なんかね、それね、タンクと配線がどっかきつく当たっとって、なんかもん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 言うねんけど焼き塚さん撮ってよ、塩さん。おお。あ、いや。早かった。400のバーじゃねえな。早っ早っ。おい、カモモン早っ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 。 SR やるわけ早っ早っ。
明らかに400のパワーより速い。めちゃくちゃ速いやろ。前はちょっと微妙や思ってたけど、これは前より速い。全然速い。でもほんま400よりだいぶ早いで、うん、これは早いわ、うん、素直に早いなって思いますわ、うん、まあとりあえず今のところパワーコマンダーうまいこといってますな、いけましたね。